初期タクシー、アミキシです。はい、ということでね、今回も動画撮っていくんですけども、今回ですね、皆さんシーズンお疲れ様でしたということで、僕、本赤の方はですね、7590フィニッシュで698位でしたね。うん、まあ最後もうやんないって言って、あそこから進んでなくて、やんなくて、まあ3桁フィニッシュはできたけど、って感じでしたね。もうちょい上行きたかった。で、サブ赤の方が、サブ赤の方もね、3桁フィニッシュできたんですよね。最後結構回して、まあなんとか、7580で、まあ本赤と10しか変わんないんですけど、762フィニッシュで、まあこっちは3桁バッジがね、3つ揃ったって感じですね。はい、てな感じで、まあこんな感じでしたね、前シーズンは。結構きつかったね。皆さんどうでしたかね。で、今日はマルチ。で、アップデが来たんでね、このムートと、ファイスピが結構強くなったんで、オーブンにして、このデッキでね、やっていきたいと思います。キョスケも届いたらね、強くなったんだね。ダメージが2倍になったんで、タワーダメージは。いやー、前シーズンね、皆さんどうでしたか？お疲れ様でした、本当に。バルーンで結局上行ってたのがスナイパーって方ですね。僕が一回動画紹介させていただいた、外国の方？あの方が7940とか60だったかな？8000付近まで行ってて。まあでもその方だけでしたね。で、その人のサブアカが、え、待って、マスク一発耐えるの？強いな。あ、待って、トルネード袋間違えた。最悪、やってしまった。やってしまったな、これは。これはやっちゃいましたね。完全にやらかしましたね。あ、OK、倒せんならいいや。スナイパーって方で、で、その方が1位で、ボムバルの中でね。で、2位が、そのスナイパーって方のサバカ。7850とかだったかな。で、僕が、3位で7810なんていうことで、まあ、実質2位でしたね。でも悔しいね。もうちょいなんかいけた気がしますね。なんかもうちょいな。いい結果残せたかなって感じはするんですけど、まあでも、ついちゃきつかったね、今シーズン。あ、前シーズンか。だいぶ渋かったっすね、なんか。これ、クローンかけて勝ちじゃない？あ、ウッド切ったな。じゃあ、こっち行こっか。これ、タワーに入るんでね、これがね、この攻撃速度が速くなるんですよね、結構。さあさあさあ、これで刺さっていくと。で、今シーズン、まあ、ちょこっとやってるんですけど、あのね、トロリセがね、なんと、僕、メンテ前にログインしちゃったせいで、本当はね、普段なら6600とかからスタートなんですよ。前シーズン3桁フィニッシュしてるし。なんですけど、なんか、そのバグ運営のミスで、5800スタートなんですよね、今回、俺。マジでめんどくさい。まあ、動画の企画になるからいいかなと思ってるんですけど、まあその負けるまでとかね、ワンチャンできるし。まあいいかなーって感じなんですけど、めっちゃめんどいよね、やっぱり。うわー、それやばい。うわー、最悪だな、マジかよ。ファイブ、クリティカルヒットしすぎでしょ、それ。これスケルトン来ますね。まあしゃあないかな。いやー、そう、めっちゃだるいよねー。トップと1000ぐらい離れた状態から今スタートしてるんでね、僕。マジだるいって感じなんですけど。さあ、ここ5来たんで、これま、一発入っても1入んなくたら、OK ですね。これで勝ちかな。うん、これクローンかけて、GG ですね。ででで、んってやってあげて、さあ、ウッド切らして、ここで、よいしょって感じで。さあ、キョスケが届いて、まあ、キョスケの爆破が結構高いんでね、OK ですね。強いね。まあ、てな感じで、僕、トロが低いせいで、相手がね、そんなに強くないっていう、この4桁もないんすよ。数字すらついてない状態で、で、金券スタートっていうね、まあ、なかなかあれなんですけど、まあ、頑張っていきたいですね。まあ、今日は振り返りつつ、まあ、軽くまったりやっていこうって感じですね。いや、俺的にね、ファイスピ結構強いと思うのよな。ファイスピ割とありだと思います。1コスでバレルも完封できるらしいんでね。だから普通にファイスピのバルーンとか、まあ作れたら作ってみて、動画出したいなと思います、それも。結構本当に強いと思うね。だから枯渇が減るんかな。枯渇が減るってことは、まあ枯渇があんまいないよねってことで、スパーキーがね、
増える可能性もありますね。今回ゴブジャイがブースト来てるんでね、まあ、スパーキー増える可能性は全然あると思いますね。これさ、吸えるのかな？俺わかんないんだよね。あ、吸えるけど失敗ですね。ダメでしたね。これは、こうやろうかな。さあ、これで、まあ、取れないクルーですね。でも、微妙かな？って言っとか、これで。さあ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 、ちょびちょび入っていくね。いいっすね。これ相手遅延クロスかな？うわぁ。これは、まあ、ムートに頑張ってもらいたいけど、これ結構突破されるね、多分。もう一マス、あれだったな、俺。これどうしよっかな。いや、これ無視か、しゃあないっすね。いや、痛いね。まあ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 、でも、このファイスピが最後一発入ったらでかいっすね。オッケー、でかい。いや、強いよな。オープン早い、オープンロイジャー流行りそうっすね、シンプルに。復活しそうですね。一時期あったんですよね、オーブンロイ。あれ結構強かったよね。めんどくさいデッキだったんですけど。これはホバ生かしたいんで、あれ？マジか。まあ、いっか。しゃあないね、どんまい。まあ、ネクロから入ってって、まあ、遅延なんで相手がね、それがちょっとだるいかなぐらいですね。これはまあ、キョスケが多分間に合うんでね。さあ、オッケー、間に合っていく。ここで、しっかり蓋していってね。このままカウンター繋がるんでね。まあ、キョスケはこれがいいよね。逆サイムートとかもやっていきたいかな。うん、行きましょうか。で、相手絶対これがね、うざいんで、このホバリングが。まあ、トルネ来るですけど、来るんですけど、ここでね、クロンとかかけてあげると、まあ、いい感じになりますね。右サイドに振ることによって、相手が右もね、対応しなきゃいけなくなるんで、まあ、キョスケムートが結構強いかもしれないね。そしたら。ああ、そうか。それあんのか。ああ、これでも食らうしかないな。まあ仕方ないですね。このダメージは。体出しムートとかワンチャンありだな。ムートが結構強くなってるんでね。タワーダメージでかくなってるんで、これ。よいしょ。これで GG ですね。OK。まあそうね。だから今シーズン、まあ、ファイスピー、ファイボラ編を入れたバルーンがワンチャンね、作れたらいいなぐらいですね。きっとマザネクが増えるんですよ。また。まあ、増えるっていうか減ることないんですよね。加工来てないから。で、エリババも対して加工来てないんで、まあ増えるだろうなっていう。増えるっていうか、まあ、そう、いるだろうなって感じで。まあ、アイスイズが減ってくれたら最高だけどね。まあ、減るとは思うけどね。ファイボラやられちゃうんでね。ただ、そのファイボ枯渇とかに入ってくるってなっても、アイスイズ別にそんな強くないんでね。遅延としてのデッキとしてのあれが強かっただけなんで、まあ、減ってくれたら本当にありがたいなって感じで。ってなると、施設プラスのトルネが、まあ、減るとはいえ、テスラが下方来てないんで、テスラプラスのトルネは、まあ、健在するって感じで、ってなると難しいんですよね。何が強いかなって感じなんですけど。さあ、ここは取りに切ってくれたんで、これムートが勝ってくれると信じて、あれ、これ勝てないな。いや、勝てるか。オッケー、ナイス、よくやった。これでクローンとかかけちゃいましょうか。取りに切ったんでね、相手。何来るかな。あー、なるほどね。で、ザップとかあるかな。あー、ありますね。これじゃあ、エリババ吸いたいね。吸えるかな、これ。あ、吸えますね、オッケー。まあ、正直一発痛いからね。入っちゃうんですけど、まあ、しゃあないかな。ネクロ切って、そうだな、新デッキ。新デッキ作ったら、あれですね、僕。なんだ？そう、トロぶち上げ動画撮りたいですね。もうマジで数字がないんでさ、とりあえずね、とりあえず数字をつけるまでとか やっていかないと、これ。だるいっすね。ファルチ切られるんで、まあ、逆サイクって感じで。まあ、トルネ来るかな、ここは。さあ、これ僕守れるかって話なんよね。さあ、ムートが入っていくが、これ守れないな。スケラか。まあ、キング起動してるとはいえ、うわ、マジか、だるいな、それ。あ、待って、最悪。
キョスケの爆破当てようと思ったら、トルネ思ったより下手だった。これ負けちゃったかな。これちょっときついっすね。これは厳しいなぁ。ファルチェはちょっとしんどいね。ちょっとしんどいところがあるね。こっち行くか。よいしょ。エレキいるんよね。いや、捨ててくるんかい。マジ？ここ捨ててくるか。スケラ打ってくるかな。で、ここ全部、キョスケで蓋したいですね。で、トルネ、フリーズ来たらトルネですね。オッケー、これトルネで。あ、待って！危ねえ！さっきからペッカが事故で入りそうになる。入んなよ。おー、マジかい。強いね。後ろからホバー出していきましょう。ワンチャンまだ勝てますね。いや、これはワンチャンの体して、これタゲ取ったら強いんでね、ムート。ダメージ変わったんで。わー、それはやばい。まあ、ネクロ出してって。ファルチがマジでめんどくさいな。強いな。ファルチうざいっすね。すごく嫌ですね。これ分かっちゃった俺。ここにオーブン出しとけば範囲広いんでね。あ、待って、それ持ってたっけ？やばい。あ、やばい。やばい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 。ファルチが強い。あー、ファルチ強いな。無理っすね。ファルチちょっときつかったな。だ、このスタンプ可愛いな。ってな感じですね。まあ、今回ゆるく。まあ、アップできたってことで撮ってみたってのと、あとは、まあ、このね、これちょっと運営に文句言いたい。このスタートは地獄だって感じですね。ってことで、本日は終わりたいと思います。皆さんシーズンお疲れ様でした。今期はまあ短いんですけど、あれ？って書いてないのか。今一瞬でまあ27日ですね、あと。なのでまあ皆さん最後も頑張っていきましょう。ということで、この動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で、今期そう8000出るかわからんのよね。8000出なかったらワンチャン展開0人シーズンとか、あんのかな。やばいっすね、それだったら。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。